ヨーゼフ・グングルは、ハンガリー生まれの作曲家、指揮者、ベルリンのシュトラウスと呼ばれた。若い頃のグングル・グングルは、ジャームベイクに、ドイツ人を父として生まれた。彼は、ブダで教員として働きながら、学校の合唱指揮者から、音楽の手ほどきを受け、グラワーツでまず応募奏者となった。その後、25歳の時に、 オーストリア砲兵第四連隊の学長に就任する。彼の最初の音楽作品は1836年作曲のハンガリー行進曲であり、これは一定の注目を集めた。グングルは1843年になると、ベルリンにおいて、オーケストラを組織した。この楽団を率いた、彼は1848年から1849年にかけて遠くアメリカが衆国にまで、 演奏旅行に繰り出している。グングルのオーケストラは非常に優れていたとされ、次のように伝えられている。グングルのオーケストラには優れた才能の持ち主が集まっているが、そうした人々を確保できるのは、グングルが宮廷楽団の団員たちが得るのと同等の給料を支払っているからである。シューベルトの派長長の公共局とゲーゼの派担長の公共局は、 繰り返し演奏されたことが一度ならずあった。オーケストラの質は非常に高く、宮廷楽団との大きな違いは入場料くらいのものであった。宮廷楽団が1ターラーの入場料をとって演奏するような音楽を彼のオーケストラは2グロッシェンハンあるいは5グロッシェンで提供した。ダンス音楽から古典派の公共曲まで広く取り上げるグングルのオーケストラは貴族社会を含めて ベルリンで、たちまち人気を得た。メンデルスゾーンの、夏の夜の夢完全版を初演したのは、グングルの楽団であったと言われている。1853年に彼は、ブルノの第23不評連帯の学長に就任するが、1864年には、ミュンヘンへ移った。1873年に、ロンドンのロイヤルオペラハウスにおける一連の、 プロムナードコンサートで大きな成功を収めた後、1876年からはフランクフルトを本拠地とした。最終的にはドイツのオペラ歌手としてよく知られた実の娘と共にバイマルに落ち着き、彼はこの地で没した。グングルは非常な多作家であり、生涯に436曲もの舞曲を作曲した。中でもよく知られるのはワルツ、アモレットダンスやハイドロパテン、 カジノダンス、大海原の夢、ポルカ、インスティルレルミターナクト、マズルカ、ブルーバイオレッツなどである。フランツリストは、グングルのハンガリー行進曲を編曲している。グングルの音楽を特徴づけるのは、軽やかに流れ続ける旋律と、明快なリズム感である。これらは、唯一部曲の分野で、グングルの右に出るヨハンシュトラウス2世の楽曲において、際立っている。 ありがとうございます。